こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画では2020年現在におけるメンズファッションのトレンドについて少し解説をしてみたいと思っています。ファッションの世界にはですね、ベーシックな定番アイテムというものとトレンドですとか流行アイテムと呼ばれるものがあったりするわけですね。どちらに軸足置くかで全体の見栄えは全然変わってくるわけなんですが、僕たちの場合はですね、定番というところをまずは軸足にしながら少しずつトレンドというものを交えた方がちょうどバランスのいい着こなしが実現しやすいかなと僕は考えています。ただ僕たちの世代は流行ですとかトレンドというものをしっかりとキャッチアップできているわけではないので、こういった傾向がありますよというところを今回は皆さんに3つのポイントを整理しながらお伝えしていきたいなと思いますので、ぜひ参考にしていただきたいなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本を分かりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、ということでまず1つ目のテーマからお話をしてみたいなと思うんですが、それはですね、トレンドアイテムという項目なんですね。メンズファッションにはいろんなアイテムがあるんですが、その中でもですね、割とこれは旬だなというアイテムがあったりするわけですね。それを今回皆さんと一緒にシェアをしたいんですが、まず1つ目、ここ1年でですね、結構見かける機会が多くなったのはシャツアウターと呼ばれるジャンルのアイテムですね。またはですね、 CPO ジャケットなんて呼んだりすることもあるんですが、これはどういうものなのかというと、こちらの写真を見ていただきたいんですけども、実は僕が今着ているのもいわゆるシャツアウターというものになるんですね。どういうものなのかというと、こちらはシャツのような見た目なんですが、生地がですね、通常のシャツよりも少し厚手になっていまして、アウター感覚で羽織れるようなアイテムになっているんですね。これがですね、この1年間で割とですね、様々なショップで扱うようになりました。身近なところで言うと GU ですとかユニクロ U ですとか、あとは様々なセレクトショップでもこういったシャツアウター的なものがだいぶ増えてきているのかなと思っています。結構ですね、僕自身もこれにハマっていて様々なものを購入したんですね。今撮影しているのは9月の中頃なんですが、これぐらいの気候になってくると T シャツ1枚だとちょっと肌寒いかなと思うので、そういう時には T シャツの上に結構ですね、ネイビージャケットとかカーディガンを羽織ることが多かったんですが、そういった定番アイテムではなくて今僕が着ているようなシャツアウター的なものを羽織るとぐっと今っぽい着こなしが完成しやすいかなと思っています。このシャツアウターというのはちょっとミリタリーっぽいイメージのアイテムではあるんですけども、こういった形で胸に大きめのポケットがついているのが特徴なんですね。これがですね、通常のシャツとは違って少しカジュアル感があってアクセント的な要素としても活躍してくれるので、個人的にもすごく気に入っているアイテムなのかなと思っています。割と大人の男性でも似合いやすいですし、着こなし全体がベーシックであってもこのシャツアウターを羽織るだけで一気に今っぽさが出てくるので、ぜひ皆さんにトライをしていただきたいなと思っています。着こなし方の例としては T シャツですとか丸首のニットの上にこういったシャツアウターを羽織るという着方、そしてボトムスに関してはシンプルにですね、ブラックのジーンズとかを合わせておけばですね、まず失敗することがないかなと思うので、いつもの定番的な着こなしの中にぜひ取り入れていただきたいなと思っています。はい、続いて2点目のですね、トレンド的アイテムなんですけども、これはバンドカラーシャツと呼ばれるものですね。この動画の中でもですね、何度か解説しているのですでに知っている方もいらっしゃるかなと思うんですが、このような写真のアイテムですね、襟に特徴がありまして、通常の襟がついていなくてですね、バンド状の襟がついているようなシャツになっていまして、これは今年トレンドのアイテムというよりはここ数年はトレンド的なアイテムとしてだいぶですね、認知されるようになってきたかなと思っています。どこかですね、クラシックな雰囲気が感じられるシャツになっていまして、失敗するとですね、すごくおじさんっぽくなったり昭和の文豪みたいになったりするんですけども、こういったものを着こなしの中に交えることができるとだいぶ今っぽいコーディネートが完成するのかなと思っています。このようなアイテムっていうのはやっぱりですね、着慣れてないとなかなかですね、目が慣れていないので似合わないように感じてしまうかなと思うんですね。ですのでまずはですね、ユニクロですとか GU ですとかグローバルワークですとか、そういったあまり高くないところで商品を買って、まずはですね、目をなじませることが大事なのかなと思っています。僕もこのバンドカラーシャツというのをトライしたのは今からもう 3,4 年ぐらい前かなと思うんですが、最初はですね、全然しっくりこなかったんですね。でもですね、何度か試着をして実際に買ってみて着続けてみると、結構ですね、これは僕にとっては欠かせないアイテムになったんですね。今バンドカラーシャツはですね、クローゼットの中に4着ぐらいあって、僕の中のシャツの定番になってきているので、ぜひ皆さんもですね、食わず嫌いをしないで一つのトレンドアイテムとしてトライをしていただきたいなと思っています。
はい、ということでここまではトレンドアイテムについて解説をしたんですが、続いて2つ目のトピックスなんですが、サイズ感という点なんですね。サイズにもですね、流行というものが色濃く反映されるんですね。例えばサイズ感にはですね、具体的に3つの段階があると僕は考えていて、まず一番定番的なのがジャストサイズと呼ばれるものですね。自分の体にしっかりと合ったサイズ感のものがあって、それよりもだいぶ細めのものがタイトなシルエットというものがありますね。このタイトシルエットというのはここ数十年にわたって不動のスタイルとなっていたのかなと思っています。今でも決して古臭いということはなくて、定番的な位置づけとしてこのタイトシルエットというところは認知されているのかなと思っています。そしてジャストサイズよりもですね、大胆にサイズ感を大きくしたビッグシルエットというのがここ数年流行ってきているサイズ感なのかなと思っています。この3つがあったとしたら、一番今っぽいのはビッグシルエットなのかなと思うんですけども、ただですね、このビッグシルエットというのはまだまだ見慣れている方は実はそこまで多くないんですね。これが10代20代であれば結構ビッグシルエットを楽しんでいる方の割合は多いんですけども、僕たち30代40代世代になると割とですね、タイトシルエットを好んで着ていた時期が長かったので、その対極にあるビッグシルエットってなかなかですね、目が馴染まなかったりするんですね。そういった点を加味しつつ、僕ら世代が今っぽさを漂わせつつそこまで違和感がないところっていうのはどこなのかなというと、ジャストサイズとビッグシルエットがあったとしたら、その中間ですね、ややゆったりめのサイズ感、このあたりを取り入れていただくと今っぽさというところが僕たちの世代でも出しやすいのかなと思っています。結構ですね、このややゆったりめのサイズ感というのは街でも見かける機会が多くなってきました。僕の場合だと通常 S サイズを着てるんですが、 S を着たとしてもちょっとゆったりめだなというものが多くなってきたので、そういったものをですね、皆さんも着こなしの中に取り入れていただくとちょっと今っぽい雰囲気が漂いやすいかなと思っています。例えばちょっとゆったりめのサイズの T シャツであったりだとか、あとは先ほどご紹介したようなシャツアウターというのも少しゆったりめのものが多かったりするんですね。僕が今着ているものも通常のシャツに比べると少しゆったりめになっているので、こういったものから取り入れてもらうのがいいかなと思っています。特に上半身のアイテムで少しゆったりめのサイズ感というものを取り入れて、ボトムスを細身にする、これがですね、結構バランスがいいのかなと思っています。上下ともゆったりめにしてしまうと、どうしてもですね、ただのスタイルの悪いおじさんに見えてしまう可能性があるので、上下でサイズのメリハリをつけてあげると僕らの世代としては使いやすいかなと思うので、ぜひその点もですね、チェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて3つ目の項目なんですが、これは色ですね。この色とかカラーにもですね、流行があって、こういったものが旬だなっていうものがですね、確実にあるんですね。2020年現在において今年の旬なカラーというのはブルーですとかレッドと呼ばれているんですね。確かにですね、最近はお店で見ていてもですね、ブルー系のアイテムは増えたかなと思っています。ブルーというとですね、ネイビー系が定番なんですけども、ネイビーは結構深めのブルーではあるんですけども、それよりもですね、もうちょっと明るめのブルーというものが増えてきたんですね。とは言ってもブルーの中で決して派手さがあるわけではないので、程よい差し色として活躍してくれるようなブルーは結構増えてきているのかなと思います。一方で赤のような色というのはトレンドカラーではあるんですが、なかなかですね、似合わせるのが難しい色なので、ここはですね、そこまで考慮しなくていいのかなと思っています。2020年の今っぽい色としてはブルーというものが上がってるんですが、今年だけではなくてここ数年というところで考えていくと、どのような色が旬なのかというと、ブラウンですとかベージュのような少し落ち着いた色合いというところが旬な雰囲気がするのかなと思っています。あとは僕が今着ているようなオリーブですとかカーキですとかグリーンですとか、こういった色もですね、旬なカラーとして街にはよく並んでるのかなと思っています。こういった旬な色使いというのをうまく表現しているのが、まさにユニクロ U というシリーズなんですね。こちらのサイトを見ていただければわかると思うんですが、ベージュだとかブラウンですとかカーキオリーブみたいな色は結構頻繁に使ってるんですね。ですので僕たち大人世代がちょっと今っぽい色を使いたいなと思った時には、まずはユニクロ U をチェックして、そこから購入をしてみるというのが一番近道なのかなと思っています。僕自身もですね、結構こういった旬なカラーが好きで、今年はですね、ユニクロ U で T シャツを購入したんですけども、ブラウンですとかライトブラウン
ブラウンというものを買って結構頻繁に来ましたね。これに関しては単体で見るとちょっと難しいかなと思うんですが、上半身をこういった今っぽい色を着て、ボトムスをブラックですとかネイビーで引き締めれば結構バランスよく配置ができたりするので、そこまで難しくないのかなと思っています。まあ、秋冬だったらですね、ニットなんかでこういったブラウン系ですとかベージュ系が多く出てくるので、ぜひ皆さんにはトライをしていただきたいなと思っています。あとカーキですとかグリーン系に関してはこういった CPO ジャケットですとかシャツアウター系で取り入れてみるのがすごく使いやすいかなと思いますので、ぜひ皆さんにもトライしていただきたいなと思っています。はい、ということで今回の動画では2020年現段階におけるトレンドをですね、皆さんにお伝えをさせていただきました。まあ、具体的にはですね、3つの指標があって、アイテムのトレンドというのと、サイズ感のトレンドというのと、あとは色のトレンドですね。この3点を頭の片隅に置きながら、どれか一つでもいいので普段の着こなしの中にミックスしてあげるとですね、一気にベーシックですとか定番的な着こなしが今っぽく転換できるのかなと思っています。まあ、僕はこの動画の中で定番的な着こなしですとかアイテムについてもしっかりと解説してますので、そういったものを見ながら基本をまずは固めていただきたいなと思うんですね。ただそれだけだと今っぽさという要素がないのでちょっと退屈に感じられるので、その中にですね、1点色をですね、ベージュだとかブラウンを入れてみるだとか、アイテムであれば CPO ジャケットを入れてみるだとか、こういった変化球を交えていただくと僕たち大人の男性にもですね、比較的似合いやすい形でトレンドを表現できるかなと思っています。ぜひ皆さんもお試しください。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。